全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。まず何がいきますか。内から押して3番サントガマミー、2番手13番セレスティアル、8番グロースメス、先頭に入れ替わります。その後は5番バイスシャワー、6番ミレニアムマシリカ、各馬1コーナーを目指します。外を抑えて9番スカーレットキング、4馬身相手11番ハヒニニテワン、内抑えて1番リマティアイランド、14番オズパーク、この辺りが中段。外を抑えて17番モエー、内側4番カイザーフォルテ、これからバックストレッチに向かいます。少し差が開いて12番マローネダービー、そのうち10番ヤマダオーシャン、これを見るように外側2番アイアンクリス。 1000m の通過タイムは1分0秒51馬身相手15番タイガーシナリオ、外を抑えて18番コスユニクライ、そのうち7番ブラックサンダー、16番エスティオイルオー後方。冬の東京競馬場を駆け抜けていきます。先頭から最後方まで10馬身以上、先頭はグロースメスで、差がなく5番バイスシャワー、3番サントガマミー好位をキープ、1馬身相手6番ミレニアムマシリカ、18頭大欅の向こうを通過。外から13番セレスティアル、内抑えて9番スカーレットキング、1番人気バイスシャワー現在2番手。4コーナーをカーブし直線コースに入ります。さあ直線勝負、グロースメスでわずかにリード、残り400を切ってグロースメスで、その後からバイスシャワー、グロースメスで先頭を迫る、バイスシャワーわずかに先頭はグロースメスで、残り200を切りました。ここで先頭が入れ替わる、バイスシャワー粘っている、先頭はバイスシャワー、バイスシャワー堂々と合輪、勝ったのはバイスシャワー、鞍上は角田大和騎手、バイスシャワーブリーダーズカップの栄冠に輝きました。2着ミレニアムマシリカ、その後3着グロースメス、